はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。まあバグ技は使用しない、そういう教訓を得た前回でしたけど、出迎えっていうか送り、じゃあシルフィーさん、目的地までは送ってくださるんですね。そうでございますね。先ほどのお買い物の状況ですと。そのシステム生きてんのかよ。冗談でございます。ちゃんと転送いたしますので。敵に気づかれたくない。シンフォニー号から少し離れたところに頼む。かしこまりました。じゃあまたな、シルフィー。あまりアコギな商売するんじゃねえぞ。それはもう、反省する気ゼロだよ。そのうち本当にお尻を叩かれるよ。じゃあお願いできるかしら、そろそろ。かしこまりました。では、行ってらっしゃいませ。一応この携帯にはなるんだね。あのハイジャックについての情報、どこから流れてきたかは分かりませんが、多分正しいでしょう。いいことをした後は気持ちがいいものです。自己満だな。消えた。うわ、急に空中ってか当たり前か。ああ、目標は空中を漂う豪華客船だからな。ちゃんと電脳空間から出られたのかな。はい、現実世界に復帰しています、カイト。そいつは頂上。あとはその客船が無事に見つかればいいが。あ、あれじゃないですか？肉眼で目視できる距離か。結構大きいですね。あれに間違いないですか、うららさん。完璧に間違いありません。あれこそが豪華客船。スペースシンフォニー号です。情報は正確だったようですね。そうなると問題はハイジャック犯がどう動くかね。まだこっちには気づいてないみたいだけど。側面に回り込んで侵入可能な場所を探すぞ。ふう、敵さんは追撃してくるだろうし、入り込むのには苦労しそうだぜ。ここで戦うことになるかな。あれ、いきなり突入してる。こんなゾロゾロ何やってんだこいつら。グッドモーニング皆さん。今朝のうららリポートショーは謎のダンシング集団に荒らされたスペースシップからお送りします。よくわからないうちに更新に参加させられたが、これは必要だったのか。シラフでやるのはきついな。まあ合に入れば合に従えと言いますし、まあその場のノリってやつだ。おっと、バラを加えるのを忘れてたぜ。リズムを取りながら歩くのって結構難しいな。ハイホとかの方が簡単かも。うららの歩行パターンをメモリーに記録しました。うん、ステップ一つ踏めないとは情けない。そんなことでは闇の舞踏会には出られんな。舞踏会の動きともちょっと違う気が。でも頑張ります。一国の姫ともなれば踊りくらいはできんとの。シエル、ヌシもじゃんじゃんバリバリ行くぞよ。そのような謎の舞踏会に出席することはないと思うんですが。華麗なステップで突入した我々ですが、情報通り乗客の姿は見えません。ハイジャック犯、踊り団の姿もな。対抗するために更新までしたってのによ。ここに乗り込む際にも妨害は受けなかったし、もしかしてもう犯人は撤収したんじゃないかしら。この近くにあるという次元の渦にもう向かったのかもしれない。制圧した船を使わずにか。確かに不自然なり。ならばこの船はどこへ。コックピットに行ってみましょう。どこに向かっているかを調べれば。おっと、その必要はないな。ち、やっぱ敵がいたか。そう簡単にはいかねえよな。待っていたぞ、チャンネル5の諸君。踊り団のシャドウ、やはりあなたの仕業ね。待ってたってことは、俺たちをここに招き入れたのか。こいつらの後ろにはグランドマスター、もしくは犯罪超人の残党がいるはずだ。そうだな、踊り団行動隊長シャドウ。この先の次元の渦に何やら重要なものがあるらしい。君たちの相手をしている暇はないそうだ。代わりに我々が来たというわけだ。あなたは行かなくていいの？
お宝か何かがあるんでしょ。我々踊り団が求めるものは踊りウイルスの開発に必要なものなんでね。かなり効果を持つウイルスがつい最近現れたという情報も掴んでいる。シグマウイルスか。その提供を受ける、もしくは奪うために協力しているということでしょうか。察しが早くて助かる。それに私以外にも君たちに用がある者たちがここには残っているのだよ。わしらは悪党なんぞに用はないんじゃがな。こいつらも居残りか。シュトゥルム兄弟みたいな。用があるとは俺たちだ、キャプテンコマンド。ここで待ち伏せして正解だったな。情報を流した甲斐があったというもの。まさかシルフィーさんにハイジャックの情報をわざと流した。ち、顔に似合わず細かいことしやがって。だがこの船の近くに次元の渦があるというのは本当の話だろう。すでにいくつかの組織が向かっている。調査によるとどうやら宝島らしいな。宝島じゃと？行くのかの、夢に見た島へと。そんな表現をするということは今までにない新世界なのか。とてつもなく巨大な人型の像、その上にある世界らしい。詳しくは知らん。像の上の世界じゃと？ふん、古代インドの宇宙観でもある前に。巨大な人型の上の世界？フィオルンさん、心当たりがあるんですか？それって巨神界と奇神界じゃないの？人型の像って2体いるの？ねえ。う、2体が剣で切り結んでいる形の像だとは聞いたが。やっぱり次元の渦の先にあるのは私がいた世界よ。フィオルンさんの故郷まで巻き込まれたの？もう侵略は始まっているんだ。こんなところで油を売っている場合じゃなかったな。龍騎1号で直接突入すべきだった。それを防ぐために情報を使って俺たちをここにおびき寄せたか。やってくれてな。さっさと片付けて先を急ぎましょう。状況によっては緊急脱出よ。ああ、フィオルン君の世界荒らされるわけにはいかないからね。ありがとう大神さん。うん、侵略なんてさせないんだから。フィオルンの好感度が上がったぞ。しれっと好感度を上げやがって。やるな大神。なんでお前はわかるんだ。どうでもいいよそんなことより。誰か博士に龍騎のエンジンかけとけって連絡してくれよ。ダメダメじゃね、地味。ご丁寧に。妨害電波がビンビンじゃ。ふんふんふん、当然先のことも考えてある。ここで死ね、キャプテンコマンド。悪党の浅知恵に屈するほど我々は甘くないぞ、シュトゥルム。ではこちらも始めるとしようか。チャンネル5、君たちを片付けウイルス開発に戻るとしよう。そうはさせないわ踊り団。ああ、どんなウイルスでも人に害を及ぼすものなど放ってはけん。よし始めるぞ。無事に奪還できたらこの客船で次元の渦に突入する手もある。いいかもしれないわね。龍騎1号を休ませられるわ。そううまくいくかな。貴様らを始末する方法まだ知るまい。まあ、これだけじゃ終わらないですよね、確実に。まずユニットを見ましょう。竜と剣か。ダンテ、X、飛竜。こいつらはいいや。大神は絶対出す。サクラに、バシュロンに、ゴッドイーター、ドットハッカー。コスモスのチームか。どうしようかな。誰かを外さなければいけない。竜と剣はな、最近出してない18レベルとか。超弱えな。超弱いけど出しとくか。ロックマンチームをちょっと一回休ませるか。で、主人公チームを出しましょう。OK。まあ、特に守るべき対象物とかはない。これはなんだ？宝箱ではないよね、さすがに。変なものが宝箱の可能性があるかな。なさそうだね。このまま前進していいかな。なんか後ろから出てきそうな気もするけど、とりあえずは。あー、シャドウか。シャドウがここにいるんだね。うわ、すっげえ。どんだけ、これ以上いけないんだけど、角度的に。どうしよう。突
っ込んでった方がいいかな、これだったら。そうだな、行くぞ。一ターンとかはしょうがねえな。食らうのを覚悟するか。コスモスは4個しかいけないけど攻撃できるな。先生を甘く見ないでください。止まりなさい。それか。もう誰も傷つけさせない。先手突破。攻撃を続行。シャットダウン。攻撃を続行。止まりなさい。若干残ったか。しょうがない。次はもっとうまくやら。ドットハッカーズはこっちか。相手になる。やるぞ。ああそうだ、こいつら4歩しか進めないんだ。大神隊長の風を使うか。龍剣駆け抜けろ。よし、行くぞ。 OK だよ。こいつすげえな、6歩進めて射程が3あるって優秀だな。ついてない。相手は 95% 最初に動いてくれれば。ダメか。反撃をしている間にもう 100% 溜まってるし、むしろ援護したいと思います。おパーパーの熱唱ダメージビースト、マイナスワイドビーム。おにぎりおいしい。仕上げをいきます。 TC ボディでの戦いにも慣れてきたね。私だな。おお、そして使ってくるか。なかなか考えてんのかな。さあ行け、ロボットたちを。4人か。人間どもを踊らせろ。結構食らったな。反撃できねえし。こいつら反撃いけんな。6090。チームワークを忘れないで。補償します。連続回転チャンス。人気オラクル活性上昇、エネルギー凝縮ザン。一発必中もらったのは軽いな。普通すげえ上に吹っ飛ぶ。軽いマークがついてるから。目標撃破ミッション。うわ、複数攻撃か。やるな。そこか、そこか。こいつらはちょっと来るのを待とう。まあ、どうせ増援も出るだろうし。そうするとだよ、状態異常の全体回復を使った方が早いんじゃないか。麻婆カレー、てか待って、状態異常のやついなくね。なんかそういうスキルがあったかな、もう状態異常を直すみたいな。まあ、ヒットポイントがちょっと減っちゃったから、隣国か。毎回リンゴだな。で、後ろのやつから攻撃していこう。リュウさん、あんたからは親父と同じ匂いがする。リュウって何歳だよ。おーリュウ剣、俺の手で切り開く。まずはこいつだ。空中で止め、全然当たんねえ。聖剣えい。リュウ剣真空砲、冗談速度。弱いな。拳半分届かなかった。半分どころじゃない、全然届いてねえよ。さくらもちょっと攻撃できる位置に。まずブロックを外そう。真面目に遊ばぬなら飛んでいけ。スキップ打ちまくり。効果方針、俺たちで拾ってやるよ。一気に決めよう。中割り、そら、とどめだ。決まれ。せいや。全体。よーし、オッケー。貫いて、地まくり。効果方針。一刀両断。貫いて、地まくり。効果方針。使おう。150溜まってるし。レイジもまだ動けるし。地味に行くわよ。勝利のポーズ。イエスだ。こいつを倒そう。おはようダンスに華麗な演技を見せるわ。スターライトスター、やっぱ一致。
覚悟、はい、当てる。しっかりと目に焼き付けなさい。まずはコキッとね。おしまい。エリカ君、勝利のポーズだ。待ってました。94%。このターンでじゃあできれば、あいつなんだっけ、名前忘れちゃったよ。踊り団のやつ、シャドウか。あいつを倒したいな。あ、こいつ気絶してんのね。しぶといじゃん、やるね。ストライダーヒルより一気に片付けるか。問題ない。後ろ狙えるな、しかも。ん？どっちだ？ここにいるんだよね。で、よし、後ろだな。ガードは一応あるか。空気だ、追いつけろ。うわ、手裏剣あった。そんじゃ、サクサクいくよ。やった。いや、目。先生。どこかで見てて。ウロボロス。アグナロク。若干なかったな。残ったな。クリティカルが出れば多分なんとかなったんだろうけど。いてー、また隣国王。あれ、1ポイントが1になってる。さて、そうすると誰で倒そうかな。22。あー、意外に少ないんだな、こいつレベルが。まあ、ついでにゲージを貯めつついくか。攻め続けるしかない。オーケーオーケー、ガンガン溜まるね。おお、2レベル上がった。見事だ、チャンネル5。強くなったものだな。シャドウ、あなたの企みもこれまでよ。ふんふんふん、そう簡単には終わら。なんだ、苦しみ出したぞ。急所に決まっていたか。く、今日のところはここまでだ。近いうちにまた会うぞ、チャンネル5。待ちなさい、シャドウ。なんだ、病気か。オドリーウイルスの完成を目指しているんだよね。どうも緊張感がない名前だけど。ごっつい平和な感じもするがの、ウイルスはウイルスやで。今様子がおかしかったのはまさか感染か。先日のシグマウイルスの件もある。オドリ団の動向にも気をつけなければな。いや、きっと持病だよ。リンゴリンゴ。さて、ここはもうだいぶ片付いたな。どれ？あまりいい気はしないわ。見よ、このチラリズム。切り捨てる。逃さない。スライク見えた。おとなしくしなさい。手裏剣、そう、手裏剣。決めるわ、分身攻撃。もらった。遅い、こいつだ。ファイアワーク。悪いな。遅い、ダンスティンガー。ファイアワーク。あ、これは倒せない。 OK OK。 こいつだ、強い。まあ、こっちが強いのか相手が弱いのか。出てきたか。そろそろ俺の出番のようだな。四本腕の化け物。誰も呼んでなんかいないけど何者。あ、私たちの世界で炎の台座を狙い、あの巨樹で戦いに現れた魔人カムーズ。どうしてこんな場所にいるのですか。待ってたんだよ、ワルキューレ、てめえらのことをな。待っていただと。シャドウや犯罪超人たちと組んでか。俺がここに来たのは偶然よ。目的のものはもう少し先なんでな。目的のもの？こいつも金の鎖を狙ってんのか。それとも踊りウイルスじゃねえだろうな。以前イーリスに現れた時は危うく炎の台座を奪われるところだったが、へっ、今の目的はただ一つ、黄金の種に決まってるだろうが。確かワルキューレさんの世界の秘宝、それを欲しがるモンスターがなんでこんなところに。黄金の種はある場所に安置されています。あなたには入れない場所にです、カムズ。リュウグウだよな。なに、なぜバレている。リュウグウ、もしかしてリュウグウ城のこと。日本の昔話の。魔界にある幽界、その海深くにある城のことだ。実際にあるのか。なら昔話は本当の話だったと。過去揺らぎを通って魔界に行った者がおって、それが後世に伝わったものじゃろうな。よくある話じゃ。
以前の事件で実際に行ったことがあるしな。その時も黄金の種は保管されていた。あの事件では黄金の種は盗み出されてしまいましたが、今は完全な封印がされています。じゃあカムーズのやつが息巻いてもとりあえずは安心ってことでいいんだな。次元の渦の先に竜宮城があっても手に入れることができないなら、ってあれ？そう、変なのよ。今までの情報が確かなら渦の先は巨神界と鬼神界のはずよ。デミトリーさんの話だと竜宮城は魔界にあるんだよね。なんかこんがらがってきた。悩む必要なんてねえんだ。竜宮は消えちまったんだからな。消えただと？誘拐に金の鎖が何本か落ちてきたのさ。その真下には竜宮があった。あ、それってもしかして。そうさ、消えちまったのよ、金の鎖ごと竜宮城がな。俺はそれを探しようやく見つけたってわけだ。この近くの次元の渦、その向こうに。そういうことか。お前がこの船に乗っていた理由は？てめえらが来ることはシュトゥルムたちから聞いていた。だったらついでに始末しとくべきだと思ったのさ。はあ、二重三重にはまってんじゃん。これとっとと脱出した方がよくない？ええ、ここはただの足止めです。強行突破も視野に入れて行動しないと。おっと、そうはいかねえ。てめえらにはここで死んでもらうんだからな。強行突破、もしや何単位内に突破するみたいな。く、伏兵か。これはカトン？いえ、体そのものが燃えているの？ホノリアン、マーベルランドのモンスターです。これくらいの数じゃ驚かないもんね。罠にはめたつもり？数よりももっと頼りになるもんがあるんだよ。何か策略があるということか。そうよ、火を放て。いやー、なんか本当に脱出になってくるなこれ。次々に燃え広がって。何か撒いていたの？消火装置はあって、こんな罠を張るくらいだ。作動するわけないか。ふん、たかが炎ごときにうろたえるな。魔界の炎に比べるわ。ん？気づいた、デミトリー。その魔界の炎よ、これ。ええ、この炎から感じる力、自然のものではありません。先生の言う通り、簡単には消せない。やがてより集まって大きな炎になるわ。さすがは魔界の貴族様だ。バレるのはもっと後の方だと面白かったんだがな。ま、魔界の炎だとどうなるんです？直に豪華がこの客船を包むじゃろう。豪華客船だけに。言うとる場合か。早いとこ脱出や。おっと、そうはいかねえ。そこもちゃんと考えてあるんだぜ。何？開いたよ。なんか変な奴らが出てきた。なんかピンクのでっかいのが道を塞いだよ。あ、あれはかつてモロ星人が使用した侵略武闘メカ、ここタピオカです。そのモロ星人たちもいるようだ。今は友好関係にある彼らがどうしてだ。操られているんだと思うわ。モロ星人が操られやすいのは有名よ。有名になるほど操られやすいってどれだけだよ。ですが、カムーズにそんな力はなかったはずです。俺になくともあるやつにやらせればいいだけの話よ。人を操る力を持ったやつ、そういやいたな。胸クソ悪いやつが一人。シャドルーのベガって言ったか。やつがここを出る前にな。サイコパワーで操られているのね。宇宙人にまで聞くのかよ。いや、操られやすいんだっけか。シャドルーもお宝とやがらが目当てか。これで確定だな。やつらが先に進んだのは。てめえらは進めねえよ。ここで炎に包まれて終わりだ。自分の仲間もいるっていうのにめちゃくちゃするわね。無茶をする。だがこのスーツの耐火性能を侮るな。え、スーツなんて着てんのこれ。スーツがあればこの程度はな。だがコマンドチーム、貴様らには厳しかろう。面白くなってきたな。地獄の炎にどちらが先に倒れるか。このままじゃ身動きが取れなくなる。この船を放棄して脱出するしかないのか。バーニングレンジャーが呼べれば消火しろと言えるのだが。え、どなたのことですか。それともそういう兵種のことでしょうか。災害救助のエキスパート、特殊消防レスキュー隊のことさ。しかし電波妨害で外部には連絡は取れない。待っている時間もないな。
それに魔界の炎、放置すればこの世界にどんな影響が出るかわからんの。ならば我らがバーニングレンジャーになればいい。え？消すって普通の火じゃないんでしょ？消火器もないのにどうやって消すの？そうね、魔力を集中して相殺させれば消せるんじゃないかしら。うん、魔力か、いいだろう。魔力はないが木を高めればいけるか。それを新客に乗せれば問題ないんじゃないかしら。気を高めろ言われてもの、気合なら入れられるんやけどな。気合十分なら平気じゃないかしら。本当かよ。アンドロイドの私にはそのどちらもありませんが、多少力任せでも大丈夫じゃないかしら。結構いい加減だな、魔界の炎。だが生身で魔界の炎に挑む以上、その影響を直接受けることは覚悟しろ。ダメージを受けることか、熱そうだね。修行だと思えばいい。そう考えれば何でも耐えることができるぞ。限界があるよ、毛が全部燃えちゃうから。やるしかないようだな。燃え広がるまで時間もなさそうだ。ダメージ確保で突っ込めばいいんじゃな。燃え尽きるほどヒートじゃん。俺も心が燃えてきたぜ。だが燃え尽きる前に回復を忘れるなよ。なんだなんだ、体張って魔界の炎を消すつもりか。無駄なあがきはやめな。すぐに炎に包まれるぜ。ですがこうなってしまった以上仕方がありません。ざけるな、てめえらにできるわけがねえ。行け、バーニングレンジャーたちよ、火が消えるまで。それでは消してみたいと思います。レッツバーニングレンジャー。闇に影を忘れてもやってくる明日を信じるのみ。いざ燃ゆる心で挑むべし。なんかかっこいいこと言ってんなこいつ。乙女の騎士、参ります。燃える心、炎の天使。で結局何すんの。12ラウンドの味方ターン終了までに全ての火災に味方ユニットを当てて消火する。当ててってできなかったら敗北。火災は味方ユニットの体当たりで消火できますが、その際にダメージを受けるので注意しよう。ほうほうほう、だいぶみんな動いちゃったよ。後ろだな、こことここが一番後ろか。ってことは最低でも6キャラを向こうに、ここチュッてやって、うわ超減る、半分減るんじゃん、もう1になるよ。で回復すればいいわけね。 OKOK、 1回につき複数消せればだいぶ楽だな。アイテム1個で済むし。こっち消せるかな、もうちょっと回復しちゃったからあれだけど。ドットハッカーズこっちに派遣するか。で一応コスモスもこっちに派遣しよう。この3人でね大丈夫だと思うんだよね、後ろは。任せろ、了解した。お前ら炎さ、やるかね、スーツ着てんだっけ。私もみんなスーツ着てんの。始末せん、よかろう、覚悟しろ。ホノーリアン、ホノーリアンの方が熱そうだけどね。どっちかっていうと5900いけっかな。あ、全然いけるな。てか一発で倒せるし。目標を殲滅。ホノーリアンが炎を通ってきた。残り10分です。ゴッドイーターチームで消すか。なんか自分で回復できないかな。回復弾いいね。まあ SP はねどうせ、あ、なるほどね、アザーって書いてあるのは自分はできないんだ。アザーだから他だから、アーリーが多分ね自分もいけるんだな、そういうことか。熱そうだなこいつも。でドットハッカーズに下を任せるか。こいつは真ん中でちょっと援護できる位置で、まあ一応ストライカーで消すか。ほい、8000か。1111ちょっとめんどくさいな。でも
このターンはこれ以外消せるものがなさそうなんで、まとめてねヒットポイント回復した方が楽っぽいけど。エリカやります。わかりました。後ろのホノリアンはほっとこう、とりあえず。あ、こっちにあるな、一個。こっちさ、こっちに任せよう。行こう、なるほどくん。修行だ。お前道義とか燃えるんじゃねえか。竜と剣、まあ、みんなそうだけど。始末する。始末する。始末されるのはお前だ。根性の別れだ。俺か？やるかね？私あんまりやる気を感じられない、あいつ。ああ、反撃できない。さて。笑ってるだけだな。完全防御だな。行くぞ。あ、技使ってこなかった。完全防御した意味がない。これ複数技いけそうだな。誰が持ってたっけ。わあ、反撃不能。まずはちょっとこっちの3人組を先に。いける？あ、いけるね。パーモロっていうのをつ5000だったら普通に楽しいんじゃないか。うん、弱いな。なんかかわいそうなことしてる気分になるな。またいい感じです。いやー、モロ星人ちょっとかわいそうだな。本当にザ・ワールドにリズムゲームの要素があればね。それならば私もザ・ワールドに参戦したいと思います。ザ・ワールドって言ったためにやっぱさ、ディオブランドを思いつくよね。始めましょう。代名詞だからな、ザ・ワールドの。攻撃を続行、止まりなさい。攻撃を続行、止まりなさい。OK、終了。チョーク、チョークって何？竜と剣。おお、全然マジで進めねえな。ちょっとどうしようかな。145%ストライダー飛竜でもう奥まで行こう。こいつを倒したい、できればブロッキー1か。いけんな。普通にこれで外してもらって、いいところで固まったと思ったけど、ちょっと待って。ちょっと待って。うわー、これはちょっともったいない。3800は断定あたりに始末してもらうか。頼みます。言い残すことはないわね。俺の出番はない。高みを見物だ。俺なんか分身がかっこいい。ご苦労だった。コマンドチーム以外にも倒すべき者たちがいるな。スター・グラディエーターを忘れないことね。く、覚えていろ。お前らが覚えておくんだな。残念でした。あなたのことなんて覚えてる暇はないのよ。こいつちょっと消化部隊。後ろから狙う。運命。ブロックが若干高いな。まあ、雑魚的にしてはっていう感じだけどね。こいつらが女の子に向かって手を挙げるとは。ホノーリアン。ホノーリアン倒せるかな。リエさん、いやー、これは超熱いぞ。大丈夫か。手加減はできない。倒せたは倒せたけど。もっと技を覚えないと。まるまる1レベル分上がったな。挑発。さくら。どうしよう、さくらちょっと一歩進ませよう。
風桜桜どこだ、いた。風作戦だ。こいつさ結構いいスキル覚えてねえか。オールアタック25とかすごくね。 SP150 使うけど、サイドアタック50セルフ、なるほどね。わかりました、行くぜ。できればこいつを倒したい。ブロックはこれで外れるから、クロスオーバード満点。いつもクールに行きたい。これがすっげえぶっ飛んでくんだよな。今ちょっと良くなかったな、攻撃のパターンが。倒した。 OK OK、 今経験値ゼロじゃなかった。あわよくばと思ったが、いまいましい男だ、キャプテンコマンド。悪党は許しておけない、それだけだ、シュトルム。だが悪は滅びん、覚えておけ。いや、いつかは滅びる、忘れるな。で、こいつで貯めよう。オッケー。結果は頂上の至り。で最後にチョコレートを食うか。チョコレート、うん、まい。カカオが効いている。そこをどきなさい。こいつはブロックありだな。プラズマパワー全開。ユウ遅れんなよ。これもプラズマパワーだから。昇竜拳ちょっと痛い。飛んでけ。うわ、107。かかってらっしゃい。なぜこう微妙に残る。あれは竜と剣に倒してみよう。逃げてった。なんかね結構逃げてくんだよね、ヒットポイントが減ってくと。これをちょっと見極めよう、この攻撃のあれを。あ、2回目のあれでね吹っ飛ばすんだ。ってことは三四郎がいっぱい出てきてるときにクロスを狙えばいいわけね。ジミニー行くわよ。行くぜ。さあ来い。7000はいけるな。クリティカルだと800ちょい当たる。すっげえ強えなマジで。了解よ。お、竜と剣に来たか。8100減らせられるか、かなり微妙だな。まあ、ブロックはないから。行きますよ、大神さん。魔法使い、この剣がさ、竜巻旋風脚を上にやってるけどさ、あれは当たってんの？技が書かれた技書はないかな。俺の番か。これ技使ってくるよね。使ってこないの？どういうことなんだろうな。残り8分だったら余裕でしょう。一番奥がちょっと遠いけど、まずはこいつを倒すか。コスモスはいけるか。いけねえな。ブーストをかけてもしょうがないしな。竜と剣、お前消化しろ。修行だ。ホノーリアンでも倒そうかな。じゃあホノーリアンはブロックがないんでだいぶ楽に倒せるかな。よーし、どん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 レベル上げはしていけるな。ストライダーをちょっとやっぱ奥に向かおう。消化部隊、ストライダー飛竜スーパー消化部隊。完全にヒットポイントが1になった。チームバシロンか。こいつはこっからでも攻撃ができる。ブロックあり。ブロックを外す。私の舞台、これからだよ。主流だよ。天気です。カチコチよ、終わりよ。硬くて軽い、すごいやつ。運命って克服できる。
で、こいつに必殺技を使おう。横。すげえヒットポイントあんな。ブロックがないけど。こちらで引き受けます。めっちゃ重いな。まあ、重い方がいいよね。飛んでがないから助かる。あ、間違えた。1個使ってないや。まあいっか。ナナさん、焦らず行きましょう。おお。リポートします。届かない。私たちだね。で、こいつを攻撃してためよう。シャオモト。もうマジで行こう。僕なりにやってみるだけ。100を貯める。よし、オッケーオッケーオッケー。ギリギリだったな。これで解決だ。うん、決めようよ。こんな出来ではレジ。さて、後ろを取れるやつで攻撃したいから。後ろってどっちだこいつの。大神とかは負けない。あ、大神が後ろなのかな。よし、ブロックは1、グラディエーターがブロック外しがあるな。ブロック2か。狙うはやっぱり高得点。いけるか。外した。しっかりと目に焼き付けなさい。まずはコキン。ちょっと痛い。これで決まりよ。借りるよ。おなで。ダブル。ああ、最後だけ外した。よーし。技使わないで倒せた。よらすぎ。油断は禁物だ。戦いはまだこれからだ。無双転移。かっこいいな。グ、撤退して本体に合流する。邪魔はするな、ストライダー。貴様が俺の邪魔になっているだけだ。いつかまとめて片付けてやるぞ。てか、うちのストライダーは死にそうだからな。やばいやばい、これは回復ヒットポイント 100%、 あ、 100% グミがない。こっちを狙おう。これで吹っ飛ばして、ここでクロスをかければいいんだな。 OK OK。 今のが鉄格流だよ。ちょっと荒っぽかったかな。まだまだ修行やるか。ダンテも火消しだな。これはもう来たな。こっちさ、先にさ、敵全滅するんじゃないか。ああ、使ってくんのかよ。しかし反撃をする。こう見えても先生ですか。エリオケンタ自身者さん。99人。やっ、それか。もう誰も傷つけさせない。はあ、これならシャットダウン。やっ、あ、もう一回か。これは技使うべきだな。今地面ついたか。ついてない。ギリギリだったな。てかこいつヒットポイント回復持ってんな。5万になってる。今すっげー与えたのに。タフガイだな。火消しのストライダーは、うん、攻めていいな。俺たちなら了解。火消しの桜になりそうだな。このままだと。後ろ取るべきは後ろだ。シエル、ホイ、ここは一気に片付けます。ホイと、イザイルトロータス、引き刻む、研ぎ澄ます。サイレントロータス、オラクル活性上昇、エネルギー放出、ザーン、研ぎ澄む、切ります。あ、これ倒せっかな。倒せそうだな。オーケー。すげえ経験値持ってんなこいつも。私もおでん。8万9000とか異常なんだけど。タピオカをやっつけました。やっつけていいの。モロ星人のメカ。あ、メカなんだね。え、でもメカって別に X みたいに意識があるメカじゃないよね。本当にロボットだよね。ベガのサイコパワーか。気をつけなきゃいけねえかもな。でもサイコパワーで操れるってことはさ、少なくともそういう意識的なものを持ってるんじゃないのか。いや、すっげえ罪悪感だ。ドットハンカーズ、こっち行くの忘れてた。
え、消し忘れとかないよね。今1個ちょっと消し忘れが発覚したけど大丈夫だな。危ねえ危ねえ。もう真ん中の方で消し忘れが発覚したら、あ、でもこちらが戻ればいいだけの話か。わかりました。防戦はしないと。さてと、殺す。これでゲージを貯めつつ。任務了解している。あんたの運命は決まったわ。せめて。ああ、5000か。勝てえなこいつ。見た感じからして。鎧マンじゃん。その辺にはやる気満々だな。火消しの桜、そのまま攻撃に入る。クロスオーバーと満点の場外だ。ドラゴンフォース熱い頭を控え。一人の男は今日も行く。飛んでいけ。ごめん貫いた。あ、マジ勝てえなこいつ。100溜まったから完全にストライダー頼み。ストライダーこれさ、自分、あ、これでいいんじゃないか。これで後ろ取れる？取れねー。オプション B 使おう自分に。これで後ろ取って一発で終わらせる。96000。ブロックありか。ブロックありはきついな。だが気絶した。これは超強い。でも倒せないな。22000はさすがに無理だ。よ、倒した異常だこいつの強さ。さらに強くなっていく。レベルが上がって、切り裂くのは心、かっこいい。逃げるところを仕留めるつもりだったが、まさか炎を消してくるとはな。私たちを侮ったようですね、カムーズ。確保なさい。そうはいかねえ。やっと黄金の種の場所が分かったんだ。こんなところで死んでられねえんだよ。本当に次元の渦の向こうに竜宮城が？嘘をついているようには思えません。だからこそ追いかけなければ。こっから増援はもう出てこないよね。俺様、うん、狙える？頑張る。狙えるな。すげえ。ブロック崩しも持ってるしな。私だって DMF だから。ただやっぱり硬いこいつら。そしてカウンター持ちかよ。これはもう、なるほど先生に外してもらおう。負けない、ご主人様。この二人はもう追いつけないな。私の任務了解している。撃ちよ。もらったよ。逃さない。見えた。手裏剣。終わりよ。外さない。分身よ。敵を撃て。攻めて儚く散れ。13か何のために援護に入ったんだかわからんな。ついてなかったわね。さよ。回復しなくていいよね別に。あ、しまったしまった。下の炎を消してねえや。殺す。反撃しよう。おお、なんとびっくりした。俺が気絶したのかと思った。わしらの底力。5ターンでしょ。全然余裕だな。ちょっと下マジ忘れる。
頼むぞ。オッケー。火消しのストライダー水産すごい勢いで消化しました。消し方って他になかったの？周り中でアチチアチチって声が聞こえたよ。まさに体当たりで消化作業だったな。うまくいってよかったけど。あ、鎧くんが残ってたよ。そういえばバーニングレンジャーさんたちも毎回熱い思いをしてるんでしょうか。いや、さすがに消火弾などの専用装備を持っているよ。普通に考えればそうよね。じゃあ爆発の心配がなくなったところで、ああ、残った敵の位置を確認だ。このままスペースシンフォニー号を奪還する。あ、大丈夫か。敵は結局全員倒さないとね。こっち1だけどヒットポイント。じゃあとりあえず経験値だな。んー、ブロック向こうがあるな。いいねー。で、あとは経験値を上げられるもの、ムーブ2セルフ、すげえ。あんまりさ、こういうのまじまじと誰が何持ってんのかチェックしてなかったけど、結構いいのありますね。みんなおねだりの方、あ、セルフだ、これ間違えた。あ、霊媒、あ、これもセルフか。あ、人にあげるのはなさそうだな。アザ、あー、80使うのか。これちょっといいな。先生か。え、ちょっと待って、 SP だよ。え、もし技が使えないとか、色が変だ色が変だったもんな。開院して、でオレンジ組使って、ちょっと待って。自分で SP だよ。え、竜と剣しかなんで使えないの？あ、そうか、 SP そのものは満タンだからか。俺はもうマジ何やってんだ。で、竜と剣で時間を取られたな。先生の秘書です。これも修行だ。小材、ブロックは向こうになってるはずだから。俺の手で切り開く。あ、一発でブロックが崩れんのね。この戦い負けられない。メツ波動拳。勝って当然。おお。マスターズさ。そうだな。これだけやって1万5000しか当たんないのか。ちょっと悲しくなってくんな。客船のエネルギー反応が急激に高まったから、何事かと思ったらそういうことだったのね。身一つで消火活動をすることになるとは思いませんでした。だがそのおかげでスペースシンフォニー号は大きな損害もなく回収できる。感謝するよ。キャプテン、コマンドチームの方には連絡しておいたわ。来てくれるそうよ。操られていたモロ星人たちも元気いっぱいになって帰っていきました何人か殺しちゃったけどねじゃあ事後処理は引き継ぎね、コマンドチームに。それでこの後はどうするのかしら。この空域にある次元の渦、いや揺らぎと言っていいだろう、そこだな。巨神界に続いているんだよね。フィオルンは帰るチャンスだが、すでにいろいろと入り込んでいるようだな。シャドルは確実、そして金の鎖のことを考えればオーマもいるかもしれない。竜宮城が本当にフィオルンさんのいた世界に移動したのかも確かめないと。そういうわけで博士、竜騎1号で次元の渦に突入する。まったく忙しいこと、この船も無事だったことだし、少しメンテしたいんだけど。そんな時間はない。俺たちをここに足止めすることが敵の目的だ。この空域には他にも罠が仕掛けられている可能性が。お、なんだ、来た。皆さん、ハイジャックされた豪華客船の奪還、お疲れ様です。あ、消火器が今、大変お得になっております。それはもう終わりました。で、これも敵の罠なの？ミユキ、どうしておるんじゃ？ここは未来じゃぞ。シャドルー様のところへ出張しておりまして、その帰りです。あんたもあいつと同じ？敵相手に行商するのやめろっつーの。お客様は神様ですから。商人って人たちは本当に、節操というものがないのかしらね、最初から。いや、逆にシャドルーの情報を得るチャンスだ。店に行こう。素直に教えてくれるかな。大丈夫さ、俺たちはお客様なんだからな。お客様の情報を流出そ
それはちょっと企業としてかなりダメだろう。はい、この先に次元の渦、神羅風に言うと揺らぎがありまして、その奥に超巨大なロボットのような影が見えました。やっぱり間違いないのね。あ、この情報はね、全然そのシャドルーとは関係ないから、喜びの凱旋というわけにはいかなそうだな。しょうがないよ、そりゃちょっとは穏やかじゃない状態になってるかもしれないけど、ちょっとで済めば楽なんじゃがの、人生楽あれば苦もあるもんじゃ。あ、みゆきさん、他に何か気づいたことあるかな。そうですね、金の鎖は見えましたけど、見ていると何本かは消えていきました。こりゃいるね、オーマも。ふう、まったくまた面倒いことになりそうだ。少しはゆっくりしたいね。龍騎1号のゲームセンターに新作を入れてあげるから、それで我慢なさい、しばらく。はい、ではメタルフォークとプロップサイクルでよろしいですね。お、渋いな。わからん。娯楽用品ばっかり見てないで、揃えるものはちゃんと揃えておけよ。お買い物が終わったら新しい世界ですね。待っててね、シルク、お兄ちゃん。ここだな。はい、というところで、じゃあ第28話、これで終了したいと思います。